エリック・サーではスウェーデンのポップシンガーボーイバンドワッツアップで2年間活動の後2009年2月にソロデビューしたスウェーデン国内で開催されたメロディフェスティビラン2011にてポピュラーを歌って優勝し2011年5月にドイツので開催されたユーロビジョンソングコンテスト2011に出場し3位を飾ったサーは ヘルシンボリ郊外のカッタルプにて、レバノン生まれの父とスウェーデン人の母の間に、8人兄弟の2人目の子として生まれた。両親はサーデが4歳の時に離婚した。13歳の時より歌を書き出した。15歳でレコード会社と契約するまではサッカーに一番の関心を持っていた。ソロデビュー前は、スウェーデンのボーイバンド、ワッツアップに加入していた。 2009年にソロデビューを発表した。2009年はスウェーデン語の音楽コンテスト前、キャンプロックを司会した。さらに同年、スウェーデン全土のコンテストジュリアーズ・シューティング・スターズでも司会を務めた。2009年8月にロキシーレコードと契約し、12月にフレデリック・シェンペとピーター・ボストロムのプロデュースによる1枚目のシングル3プレスを発表。 スウェーデンチャートにて44位。2010年1月にスカンディナビアポップのブライテストニューホープ2010を受賞。エリック・サーゲパフォーミングアットメロディフェスティビラン2010-2010年2月12日にメロディフェスティバーレン2010の2回目のセミファイナルに出演。このコンテストはユーロビジョンソングコンテストのスウェーデン代表を選出するため、サーゲは フレデリック・シェンペとピーター・ボストロムによるマンボーイにてセミファイナルで1位となり最終的には3位となった2010年3月3日にマンボーイが発売されスウェーデン配信ランキングで1位となり6月にはプラチナディスクを記録した2010年3月にマンボーイでマルセル・ベザンソン・アワーズにてプレスアワードを受賞さらにアーティスティックアワードも受賞 2010年5月19日にファーストソロアルバム、マスカレードをリリース。このアルバムはスウェーデンでは2位を記録し、ゴールドディスクとなった。エリック・サーでパフォーミング・アット・マスカレードツアー、デビューアルバム発売後、最初のツアー、マスカレードツアーを開始し、2010年6月9日、同年9月11日まで、スウェーデン国内で24回のコンサートを開いた。 2010年6月28日にサーデとフレデリック・ケンペによる3枚目のシングルブレイク・オブ・ドーンをスウェーデンにて発売、スウェーデンにて45位を記録。2010年8月にサーデは6部用ナン・アワーズにてマンボイが3つのカテゴリーベストスウェディッシュメールライブアーチスト、ベストブレイクスルーアクト、ベストスウェディッシュソング・オブ・ザ・イヤーでノミネート。2010年後半にもマスカレードと 一ツゴナレインをリリース。トマス・カイドのミュージック・クリップは8月10日に初公開された。一ツゴナレインは2010年10月22日に公開された。2011年1月にサーではスキャンディ・ポップ・アワーズで6つの部門でノミネートされ、ベストアルバム・フロム・英ーアーティスト部門並びにベストメール・シングル部門で受賞。2011年1月にサーでは スウェディッシュグラミスにおいて、マンボイが、ソング・オブ・ザ・イヤー部門で、ノミネートされた。2011年1月14日スウェーデンにて、スティル・ラビング・イットを2枚目のアルバムよりリリース。2010年2月12日に、メロディフェスティビラン2010の2回目。2011年2月19日、メロディフェスティビランに2度目の出場。3回目の、セミファイナルにて8番目で出演。 そして3月12日の決戦にて、ポピュラーで193ポイントを獲得して優勝した。2011年4月14日に、ポピュラーのビデオクリップが公開された。2011年5月12日にユーロビジョンソング、コンテスト2011のセミファイナルにて出演し、セミファイナルで優勝。2011年5月14日に、ファイナルにて3位入賞。 スウェーデン歌手としての入賞は1999年にシャロッテ・ペレッリのテイクメツーユア・ヘブンの受賞以来久しぶりであった。ポピュラーは2011年2月28日にスウェーデン国内でリリースされており、スウェディッシュリングトーンチャーツで1位を記録しており、2011年7月までにスウェーデン国内で4万枚売れ、ダブルプラチナディスクとなっていた。 ミュージックビデオは2011年4月14日に公開され、ユーロビジョンソングコンテストの出場の後、2011年4月25日にフィンランドの iTunes で5月6日にノルウェーの iTunes で発売した。さらに2011年5月12日に、オーストラリア、ギリシャ、アイルランド、イタリア、日本、リトアニア、メキシコ、オランダ、ニュージーランド、ポルトガル、スペイン、 イギリス、アメリカの iTunes で発売された。2011年5月18日には、オーストリア、ドイツ、スイスの iTunes で発売された。2011年5月20日には、ベルギーの iTunes で発売された。1月に、最優秀男性歌手賞、リーダーズフェーバリットオブ2011、最優秀男性アルバム賞、サーデボリューム1と、 サーでボリュームに最優秀男性シングル賞、最優秀リミックス賞の項目ですカンディ・ポップ、アワーズにノミネートされた。さらに、スウェーデングラミー賞の最優秀楽曲賞にポピュラーがノミネートされた。3月30日から、ポップエクスプロージョンコンサート2012というツアーで15、公演を行った。6月、ノルウェーの歌詞トーン・ドムリーとの共作、イマジンを発表。 10月24日、ミス・アンノーンとマーチングの2枚のシングルを同時に発表した。さらに、11月には彼の DVD、ザ・ DVD が発売された。4月、エリックは公式にアルバムの名前が、ホーギブ・ミーだということを発表した。4月には、リードシングル、カミング・ホームを発売。このアルバムの内容は、ジャスティン・ティン・バーレイクや、ロビー・ウィリアムズ、 マイケル・ジャクソン等を意識した内容となっており、エリックの今までの作品からテイストを変えたものとなった。2014年5月、ユニセフを支援するためのチャリティーシングル、ドゥアル・アルドリグ・エンサムを発表。7月には、テイク・ア・ライドをリリースした。2月3月に行われたメロディーフェスティバー連に、自身3度目となる出場を、スティングで果たした。結果的にジュニーは5位に終わったものの、 スウェーデンのチャートでは5位を記録、自身3枚目となるプラチナムシングルとなった。5月にはシングルガールフロムスウェーデンを発売。スウェーデンのヒートシーカーズチャートでチャートイン。3月、約1年ぶりとなるシングルカラーズの発売を予告。3月3日、スウェーデンのラジオ局スベリエラジオピースさんで初公開。5月にはマンドゥリアウの元、メンバー。 グスタフ・ノーレンとの共作、ワイド・アウェークを発表した。エリックはストックホルムに住んでいる。また、スウェーデンのシンガーモリー・サンデンと交際を長期に渡り続けていたが、2012年1月に正式に交際を解消したことを発表した。2015年からはファッションブロガーのニコル・ファルチアニと交際している。エリックはテレビでマイケル・ジャクソンを見たことにより、 シンガーを志すようになった。また、ロビー・ウィリアムズや、ブライアン・アダムス、バックストリート・ボーイズからの影響も大きいという。2013年に発売されたアルバム、ホーギブ・ミーは主に、ジャスティン・ティン・バーレイクや、ロビー・ウィリアムズ、マイケル・ジャクソンから触発されたという。オリジナルアルバムベストアルバムライブアルバムミニアルバム、プロモーションシングル参加シングル。ありがとうございます。